こに行こうかな。さあ行こう。どこ行く、どこ行く。次のお楽しみ会は何にしましょうか。それって神様に聞くことなんですか。え、ふ、二人とも、いつの間に。うふん、哀れな子羊のために教会の扉はいつでも開かれているのですよ。それはそうですけど、完全に油断してました。シスター、もう次のお楽しみ会について考えてるんですね。ええ、早めに考えておけば準備する時間が増え、より良い催しを開けますから。どうすればみんながもっと楽しんでくれるのか、いつも頭のどこかで考えるようにしているのです。忙しいのにみんなのことを考えてるなんて、シスターのそういうところ尊敬しちゃいます。いいえ、私には尊敬される資格などありません。つむない?私はかつて自分のわがままで大切な人を不幸にしてしまいました。私がもう少し物事を考えて慎重に行動していれば、こんなことにはならなかった。だから私は多くの人を楽しませたいのです。不幸にしてしまったあの人たちへの償いのために。シスター、ごめんなさい、二人の前で暗い話をしてしまって。一つ質問です。シスターは今幸せじゃないんですか。いいえ、幸せですよ。リリンがいて、ツーがいて、クロエやイネス、それに都のみんながいる。これほどまでの楽しい毎日、幸せじゃなかったら何だというのでしょう。だから私のことは心配しないでください。出ないと思う。お楽しみ会に呼んであげませんよ。それはやだ。心配しません。シスターのことなんてこれっぽっちも心配しません。それはそれでどうなんだろう。元気なあなたたちを見ているだけで私の心は癒されるのですよ。あの子もあの人も二人のように元気でいればいいんだけど。パメラさん、探してる人がいるんですけど。珍しい服を着てる人コルネリアちゃんって言って、昔
同じ町に住んでた子なの。説明不足でした。今探してるのはそのコルネリアさんのお父さんで。あら、そうだったの。さすがにお父さんのことはわからないわね。そっか、わかりました。他の人に当たってみます。私たち人探ししてるんだけどさ。珍しい服を着てて物を増やせる男？いや、聞いたことねえな。そっか、マティアスならポロッと聞いたことあるかもって思ったんだけど。あ、わかった。俺もツテを当たってみる。けどあんまり期待はしないでくれ。それだけ目立つならとっくに噂になってそうだが、今まで一度も聞いたことがないとなるとな。そうですよね。ありがとうございました。ふぅ、コルネリアさんのお父さんのこと結局わからなかったね。すっごい情報を教えてあげたかったんだけど。仕方ない、私たちも協力しますよってことだけ伝えに行こうか。そうだね、そうしよう。ごめんなさい、コルネリアさん。コルネリアさん、コルネリアちゃん、掘り出し物なんかある？あ、このオルゴールをですか？うん、そうだよ。どこで聞いたんですか、それ？散歩でふらっと立ち寄った村だからな。確か、ここから東の方だっけ？東は海しかありません。え、あ、そう？じゃあ、南？いや、北北西？だ、
ダメだ。方向音痴のドロッセルさんじゃ参考にならない。しょうがないじゃん。そのオルゴールがどうかしたの？ですね。なるほど。しっかり場所を覚えとくんだった。コルネリアちゃんと同じような服着てた人たくさんいたのに。それドンピシャじゃないですか。くう、惜しすぎる。はい、でも場所がわからないなら仕方ないです。やっぱり今まで通り地道にお店を続けて。いや待った、コルネリアちゃん、私を信じてくれない？お、どういうことですか？私もう一回あの場所に行ってくる。え、でも本当の本当に大丈夫なんですか？ドロ、平気だよ。確かに私は方向音痴だけど、何回迷っても絶対あの村にたどり着いてみせる。コルネリアちゃん、お父さんに会いたいんでしょ？そのために今まで頑張ってきたんでしょ？それは、はい。家族ってやっぱり大事だからさ。私しか場所を知らないなら私が行くしかない。だから私に任せて、お願い。わかりました。ではこれを持って行ってください。チラシ？はい、私のお店のものです。これをその村の人たちに渡してきてください。私の名前は父が決めてくれたもの。だからその村に父がいればきっと私のことを分かってくれる。ただ渡すだけで十分ですので。本当にそれだけでいいの？呼んできた方が早いんじゃ。いいえ、商売人としてのプライドがありますから。あくまでこれは宣伝ということでお願いします。宣伝ね。了解、期待して待っててね。早速都の出口とは逆の方向に走っていったけど。でもきっと大丈夫だって、ドロセルさんが信じてくれって言ったんだもん。そうですね、どうかお願いします。ドロセルさん、さあ行こう。お前たち、またしても至高のアイデアをひらめいたぞ。へえ、今度はどんなの？なんだ、ずいぶんと聞き分けがいいんだな。お父さん逆に心配。ああ、気にしないで、諦めただけだから。そうか、それはそれで複雑だが、まあいい。今回思いついたのは背を伸ばす薬だ。あれ、意外とまとも。いやいや、お父さんだし油断しちゃダメだよね。お前たちが仲良くしてる商人の女の子いるだろ。ホニャネリアさん。商人？コルネリアさんのこと？あ、そうそう、その子。風の噂で身長の悩みを抱えてると聞いてな。娘たちが世話になってることだし、お礼の意味も込めて悩みを解決しようと思ったんだ。お父
父さん、よかった、改心してくれたんだね。利己的で勝手でマッドサイエンティストで人生の落語者にも等しいダメ人間だったお父さんが、スーちゃん、今晩もお席あったいちゃおう。お祝いパーティーやらなくちゃ。あれ、大丈夫かな。お父さん今日泣かずに眠れるか心配になってきたぞ。とにかく今回の課題はこれだ。俺がマッドじゃないって証明するため、もといコルネリアさんへの恩返しのためにしっかり頼むぞ。失ったものへの後悔とか、まあ、わからなくはないかな。お水を汲むの、眺望で使えそうだね。どんなの作ろうかな。スーちゃんを見てると昔のイルちゃんを思い出すな。嬉しいけど、どの辺がですか？慎重なことじゃないですよね。液体が跳ねる音って可愛いよね。